をやってます。どこでもいいですか。ここはもう古いんですか。この通り古いです。昨日おとといで40周年。あ、そうなんですか。おめでとうございます。で、今度24日、昔のそのオープン当時のお客様がみんなで40周年記念をやってくれるっていうんで、この40周年記念を24日に。すごいですね。ありがとうございあれは手書きなんですね。いいですね。そうなんです。昔懐かし黒板。この黒板がいいね。なかなか見ない。そうなんですよ。この絵は誰が描いてるんですか。あ、やっぱりプロなんだ。すっごいうまいやね。サイフォン使うんですか。そうです。久しぶり、久しぶりに見たこの機械。そうですよね。最近、見ませんよね、これね。うん、なかなかね。それはちょっとあれかもしれない。一回上がって落ちてくるんでしたっけか。はい。ああ、本当だ。メッセージを取っていただけますか。はい、わかりました。コーヒーとあとデザート。はい。はい、お待たせいたしました。はい、すいません。すいません。はい、どうぞ。はい。Thank you.
ごちそうさまでした。どうもごちそうさまです。ありがとうございます。じゃあ750円いただきます。ありがとうございます。今ね40周年やってるんで、この人まだ高校1年生だったの、志向のそういう人たちがまだ来てくれてそうなんですか、うん、それと向こうの子だって赤ちゃんでお母さんとカゴに入ってきたなオレンジ着てる、ね、赤ちゃんの頃からね、赤ちゃんの頃から来てくれてるんで、もう長くやる秘訣みたいなものがあるんですか。別に別に、まあ私も何言われたから、まあ一生懸命一生懸命それだけですよね。全て一生懸命やんなくちゃって、まあ本当におかげさまで40周年迎えられたことはとっても本当にお客様に皆さんに感謝です。やっぱり継続は力ですからね。すごいですね。一生懸命何もできないんで、ただただ一生懸命やってきました。そんな感じです。はい、じゃあまた来ます。頑張ってください。ありがとうございました。じゃあすいません、失礼します。はい、はい、すいません。いやー、いろんなことが驚いたんですけど、あれだけ食べて750円、あんだけ丁寧に作ってもらって750円、びっくりですね。この値段にはね、すごい、ここはおすすめです。ではまた。